エリア火山、エリア火山、アリア火山、本名、エリアス火山ジョグルー。1909年9月7日から2003年9月28日は、トルコ生まれのの俳優、演出家、映画監督。息子は、映画監督で、脚本家の、女優のゾイカ山は孫。エリア火山は、オスマン帝国の首都だった、イスタンブールのギリシャ人の家庭に、エリアス火山ジョグルー。 エリアス・カザンツギールーとして生まれた。両親はカイセリ出身であり、トルコ語の聖の子を名乗っていた。1910年代にギリシャ王国がオスマン帝国と戦争したためにギリシャ人は住みづらくなったので、カザンが4歳の時、両親はアメリカ移住し、ニューヨークで絨毯の輸入販売を手掛けた。カザンは演出家を目指し、イエール大学などで演劇を学んだ。 1933年、ニューヨークの劇団、グループシアター、1931年創設、1941年解散、に、入団、俳優として舞台に立った。初舞台作品は、クリフォード・オデッツの、1935年。この頃に火山は、アメリカ共産党に短期間入党していた。グループシアターは、モスクワ芸術座の演出家。 コンスタンチン・スタニスラフスキーの構築した演技理論、スタニスラフスキーシステムを俳優指導法として採用していた。このことが後のアクターズ・スタジオ創設、そしてメソッドの誕生につながる。1942年、ソー・ントン・ワイルダーの擬曲、危機一発を演出する。同作はピューリッツァー賞を受賞し、カザンは演出家として頭角を表した。 1944年、映画、ブルックリニ横コジョを監督、ハリウッド進出の第一作となる。1947年、紳士協定を監督、ユダヤ人問題を取り上げたハリウッド最初の映画として、話題を呼び、アカデミー賞で作品賞、監督賞、助演女優賞を受賞した。この成功で、エリア火山は、ハリウッド映画界において、格好たる地位を築いたと言える。 同年、テネシー・ウィリアムズの儀曲、欲望という名の電車を演出し、ニューヨークのバリモア劇場にて初演する。主演は、ジェシカ・タンディ、マーロン・ブランド。同作品は、大成功を収め、ピューリッツァー賞、ニューヨーク劇評価サークル賞、ドナルド・ソン賞などの演劇賞を受賞した。また同年にザンは、演出家のリー・ストラスバーグなど、 先日のグループシアターの同窓生らと共に、俳優養成のための学校、アクターズ・スタジオを創設する。アクターズ・スタジオは、スタニスラフスキー・システムに基礎を置いた演技法、メソッドを教授し、マーロン・ブランド、ジェームズ・ティーンなどのほか、名優と評価される俳優を数多く生み出していった。メソッドを習得した俳優たちを用いた、火山の監督映画は、 ハリウッドに新風を送り込み、映画俳優の演技法に多大な影響を与えていった。1949年、アーサー・ミラーの儀曲、セールスマンの詩を演出する。ニューヨークのモロスコ劇場で上演、初演された。この作品は、ピューリッツァ賞、ニューヨーク劇評価サークル賞、トニー賞などを受賞した。1951年、火山は映画版の 欲望という名の電車を監督した。主演は、ビビアン・リーとマーロン・ブランド。同作品は、大ヒットし、アカデミー賞の4部門で受賞した。当時米国は、旧ソビエト連邦との冷戦の時代を迎えていた。芸術家や文化人が公然と球断され、時にその職が奪われるような事態がまかり通っていた。共産主義者の疑いのあるものを球断する、赤狩りの戦法。 会員比例活動委員会によって数多くの芸術家が非難の対象となり創作活動の中断を余儀なくされた。米国の演劇界やハリウッドの映画界もその嵐に巻き込まれていた。1952年アメリカ会員比例活動委員会によって元共産党員である火山も共産主義者の権威がかけられた。火山はこれを否定するために司法取引し、 共産主義思想の疑いのあるものとして、友人の劇作家、演出家、映画監督、俳優ら十一人の名前を同意委員会に表した。その中には、劇作家、脚本家のリリアン・ヘルマン、小説家のダシール・ハメットなどの名もあった。以降も火山は演劇界、映画界において、精力的に活動を続けることができ、名作と呼ばれる作品の誕生に数多く関わっていくが、 この告発行為は、後の火山の経歴及びその作風に暗い影を落とすこととなった。同年、映画、革命児サパタを監督する。主演は、マーロン・ブランド。火山はこの映画の中に、共産主義に対する批判のメッセージを込めたと、言われている。1954年、映画、鳩場を監督。同映画は、アカデミー賞において8部門の受賞を果たした。 1955年、映画、エデンの東を、監督、同作は、アクターズスタジオ出身の俳優ジェームズ・ディーンの予作となる。同年、テネシー・ウィリアムズの儀曲、熱い途端屋根の猫を演出し、ニューヨークのモロスコ劇場で上演、初演する。同作品は、ピューリッツァ賞を受賞した。1961年、映画、草原の輝きを監督する。 主演は、ナタリー・ウッドとウォーレン・ビーティ。1962年に、小説、アメリカ、アメリカを、執筆。翌1963年にはこの小説から、脚本を起こし映画化、監督した。1988年、自助デを出版した。1998年、長年の映画界に対する功労に対して、アカデミー賞、名誉賞を与えられたが、 赤狩り時代の行動を批判する一部の映画人からは、ブーイングを浴びた、ショーのプレゼンターは、マーティンス・セッシとロバート・デ・ニーロ。リチャード・ドレーファスは事前に授与反対の声明を出し、ニック・ノルティ、エド・ハリス、イアン・マッケランらは受賞の瞬間も固い表情で、腕組みして、ザ・タママ、無言の抗議を行った。スティーブン・スピルバーグ、ジム・キャリーらは拍手はしたが、起立しなかった。 起立して拍手したのは、ウォーレン・ビーティやヘレン・ハーント、メリル・ストリープラだった。通常は名誉賞が授けられる人物には、全員でのスタンディングオベーションが慣例のため、会場内は異様な空気に包まれた。また、会場の外では授ヨシジ派と反対派の双方がデモを行った。反対派のデモ隊の中には、かつて赤狩りで追放歴のある脚本家の、 エーブラハム・ポロンスキーもいた。問題の過去にも触れた自伝は、エリア火山辞典の題名で日本語訳もされている。火山は、大役、アメリカの幻想など、小説も何冊か書いて、一部日本語訳が、刊行されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。